果たして誰が勝つのか、この第2ラウンドで誰が行くのか。ご丁寧、オーストラリア向きパッシングで豪華さを引き出してくる。さあ、最終決戦1本目始めていきます。九条玉ねぎさん先行、後追い、唐沢に挟む。さあ、ここに流してきた。詰めていく、詰めていく、詰めていく、唐沢、でもちょっと高いこと浅いか。あ、でも、まあ、いい、ここはいいでしょう、2台とも。おっと、やっちゃったなー。10-0だ。10-0は痛いな。でもマシン対応しなかっただけでまだ、うん、同じです。問題はないんですが、もう正直こっから逆転っていうのはもう無理に近いでしょう。まあ、カラサイゲハさんが次ミスれば、エキシビションマッチというか、なんというか、ペンチひっくり返って、サドンデスはあるかもしれないですけどね。サドンデスがね。いやー、やっちゃったー。いやー、すごかったよねー。いやー、あれ、安定して走ってきた九条さんが、痛恨のミスしちゃいましたねー。からサギャさんミスなく走れば勝てるという状況になってしまいました。余裕で勝てる。そうですね。九条さんは行くしかないですね。もう気合い入れて行くしかないでしょう。正直これは痛すぎるな。痛いです。やっちゃったな。さあ、最終決戦第2本目、ここが正念場。九条さんはなんとか追い込んでいけるか。ここでミスなく堅実に元いけばなんとか、カラスツアゲハさんはいけるけれども、どうか。さあ、2本目行っていただきましょう。お願いします。お願いします。ガーガー。さあ、感想普通に運転手走れば勝てる状況ですからですね。さあ、ここでやっぱり離れちゃうんだな、Z だと。やむを得ないかな。もうこれは Z の宿命だと思います。単走手2人のバトルですね。ダメだな。ダメですね、もうこれは。いやー、カラサイヤさん安定感がすごい。これはもう勝負ありですね。九条さんも負けてはなかったけれども、これはどうしようもない。これはもう、テオさん先行いきます。タクシコ、平和ですね。あの、ちゃんと審査しろよ。そこの二人せめて。配信で審査します。配信で審査します。そっちか。でも、ビタビタですね。ビタビタだね。ビタビタ帝王さんです。同じベースの車同士の。うわー、強っ。8-2ですね、これは。8-2。え、そこ6-4じゃなくて。5分でもいいですよ、エキシビションなんで。じゃあ5分でしましょう。5分しましょう。元気なやつらだな。エキシビションですから。シェルトさん、ミケです。九条さん、その自虐すんのやめて。あの、実際の D1 でも、あの、そういうことありますから。そういうとこも決勝の醍醐味って言ったら違うけれども、そういうのもありますよ、世の中は。これな、逆にね、カラサギハさんについていける自信がないんだよな。安倍さんの決断は。めちゃめちゃ怖かった。今のシグだったな。ジョルシーめちゃ強調されてました。ダンパパいらっしゃいもん。くそ。
ゲートゲート開門せよ、早う行ってみましょうか。カラサギハさん先行ですか。カラサギハさん先行です。はい、ゲート開けちゃって。うん、開けた。レッツゴー。ゲートな。あ、ゲート離れた。離れてるな。逆にトラコン入れない方が良かったかもしんないな。いや、SR か。あ、あ、あ、もしや、超絶いかった。